はい、どうも、皆さん、こんにちは。えー、31節ですね。柏レイソル戦。まあ、なんとコメントをすればいいのやらというような試合内容でしたね。うん。まあ、正直言うと、今回の試合で言うと、あの、システムがどうだとか、相手がこう動いてくるからこう動こうねっていう、 話ではななかったような気がしますよねね、うん、ちょっと残念な試合でした、ねまあ、まずね、スターティングメンバーはね、まあ、ご覧の通りで、今回ボランチね、ちょっとこのコンビネーションどうなのかなっていうような2人が抜擢されて、で、柴崎が、まあ、スタメンではなくなったという変化を出してきたんですが、まあ、おそらく柴崎がスタメンじゃなくなった理由っていうのは、まあ、入っちゃった時にどうしても鈴木がね、降りてくるんで、 でも、柴崎がいればね、あの、組み立てができちゃうってなると、ここに柴崎がいると結構、鈴木が空気になっちゃってるし、まあ、あまり調子も決していいとは言えないので、まあ、もうちょっと、うん、ここのね、降りてくる役割っていうのを効果的にするために、まあ、比較的、守備が得意な二人を並べたっていうようなやり方で入ったかなと。あと、サイドもね、 えー、ひぐちと仲間で来ましたが、まあ仲間は相変わらずやっぱり裏をどん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 取ろうとしてくれてる。で、ひぐちは、最近の試合も途中で入ってそうでしたけど、でボールを繋ぐっていう点で言ったら、まあ、間違いなくこのメンバーの中では、まあ、ダント突と言っていいぐらい調子がいいので、まあここを危険にしたいかなと。ただ、まあ、前半ね、ひどい内容でしたが、まあ、アントラーズのサッカー何す をね、対策されたって話なんですけどあ、極端に言うとサイドバック上げなきゃいいんですよね。うん。ここを上げさせなきゃいいんですよね。なんでかっていうと、<laughs> このサイドハーフだったりとか、トップしたフォワードが持ったところで、結局サイドバックが上がってこないことには、サイドに深い攻撃をもたらすことができていないっていうのはもう明白にバレていて、でこれを今回の柏に限らず、いろんなチームがもう対策をしてきている。 で今回、ここのサイドバックが上がれないっていうふうに対策をされちゃうと何が発生するかって言えば、ここの、今回の二人のボランチっていうのは攻撃の起点を作れるタイプではないので、ここから何か生まれてくることはない。ってなってくると、まあ、攻撃を組み立てるために、まあ、鈴木がね、先ほどの話もありましたが、降りてきて、やっていくんだけど、降りてきて、ボールを受けたところで、誰がシュートを決める役割をやるんですか っていうような状態になっていて、今回のこのスターティングメンバー見てね、このボランチがこの二人で来るんだってなったら、まあサイドバックを抑えたら、それは失点しないよね、と。こんなん誰でもわかると思いますよ。で、まあそれに加えてですけど、まあ、今あったこの二人のボランチが、なかなか攻撃のリズムを作り出せない理由は何かっていうと、あのシンプルにパスが繋がんないんですよね、ここから。うん。 あの受け手の問題どうのこうのっていう話ではなくて、もうクリア一つ、パス一つで、相手にプレゼントする場面って多すぎますよね。で結局、この自分たちでボールをつないで、ね、なんかのんびりのんびり後ろの方で持って、で対して前にボールが行くことなく、後ろでずっとボールを回して、で、ボランチがボール入った時に、まあこういう縦を狙ったパスとか、やっていくんですが、まあここの2人がね、一貫性上がらないもんで、 ここも実際パッて見ただけで分かる通り、ここサイドバックハりリくクにしても、もう4対6なんですよ。4対6の状態でボールを差し込んだとしても、よっぽどいいパスが通ればね、あの、二人にこうやって囲まれてやるときに、ここでボールを受けて、ターンして前向いて、これでやっと数的同数なんですよ。こ,この数的不利な状態で、パスを繋げればいいものの、そもそもパスが繋がらない 当然、相手の方が多いんで、まあ、それこそね、ルーズなボールを供給してしまえば取られるに決まってるし、しかも今回の柏のフォーメーション、442っていうことで、まあ、これ、カウンターやりやすいフォーメーションでもあるので、まあ、ロストしたら、それはね、サイドを起点に作られることもあれば、まあ、サイドバックが無理やり上がろうとしても、ここで引っ掛けてしまえば、も、ま、う、あ、ここなんてもドフリーで持ってかれちゃうので、サイドバックが上がれないし、 上がったところで、ボールを自滅して失っちゃってるんで、何がしたいのか正直よくわからないですよね。うん。それに加えてですけど、じゃあアントラーズ、全然ボール持ち運べません。シュートも全然増えません。そういった時に、今のチームからして、何をしたら点を取れるかって言ったらコーナーキックなんですよね。うん。 今回はね、そのサイドにドリブル得意な選手がいないっていのもありましたけれども、でもコーナーキックを獲得することにチーム全員が矢印を向けていれば別にできないことはないと思うんです。ただどうしても、このサイドの、サイドバックが上がれないって話ありますが、まあ、ここは別に1対1も勝ってもらうしかないし、勝ったところで後ろに下げてますよってボールを下げて、で、ここボランチがボールを持ってまたロストしたらもう意味ないじゃないですか。これ何のために上がってたのって話になっちゃうんで。 ここ上がるなら上がるで深いところ行ってコーナーキックを獲得するっていう回数を増やさないと、なかなかこの攻撃の型がはまらないってい時こそやらなきゃいけないのに、これ試合通して3本ですよ、コーナーキック獲得したの。もう何をやって点を取りたいんですかねほんと疑問勝つ気あるっていうぐらい、え、どうやって点取るつもりなんですかっていうような前半45分でしたね。うん もう、柏からしても、まあ、鹿に限らずですけど、別にサイドバック上がられてもしっかりついていって、で、まあ、要するに、この、アントラーズのボランチにボールを持たせたいんですよね。うん。アントラーズ、まあ、ここセンターバックケアしないとしても、ここでね、プレッシャーかけちゃえば、まあ、パスミスだったり、ロストしてくれて、よし、カウンター行こうって言ったり、これもうまっすぐの矢印が4本生まれるじゃないですか。生まれた時に、ここ片っぽ上がっていたとしても、上がっていなかったとしても、 ここロストした後、このサイドバックの裏を追い越すことができちゃえば、もうこの時点で、もう実質数的有利なんですよね。ここのボランチがいくら戻っていたとしても。で、たいボランチがロストするときっていうのは、まあ間違いなくここは守備として剥がされている場面が多いので、ここ1枚戻ってきていたとしても、数的には、もうご覧の通り、4-4の形、うん。 なんで、まともな守備もできないし、まあ、自分たちがね、ボールをあんな位置で失っていたら、それは数的有利で守備することってのは難しいんですよ。ただ、あと、アントラーズは、やっぱり戻ってくるっていうのは早いと思うんですよね。戻ってくるスピードっていうのは間違いなく早い。で、ま、戻ってくるスピードが早いっていうのは言い方を変えると、戻ってくる人数が多いってことなんで、その後にボールを奪ったところで、結局、前には鈴木一人しかいなくて、 ここにロングボールだろうか当てたところで誰に出せばいいんですかっていう状態が発生してる。で結局、まあ良くて自分たちのスローインに繋げればいい。まあ大体はパスコースなくてロストする。もう何がしたいんだろうねっていう感じですよね。うーん。でじゃあ、これをどう解決していったかって話として、まあ、まず最初に、もうもちろんサイドのね、幅をもっと使った方がいいっていうことで、 ま、ここ仲間よく走ってたと思いますが、ここに変えて、モロを入れて、で、ま、やっぱり彼が入ってからね、サイド幅広く使うことができたし、ここで受けるよりここで受けることで、彼はボールを持ち運んでね、そこからクロスだったりカットインっていう武器を持ってるので、間違いなく彼を投入したのは良かったかなと。ここで少しボールを持てるようになってきましたね、後半始まってから。 で、そして、えー、ちょっと調子が良かった樋口をここ下げるんだなと思いましたけれども、まあ、名護を右にやって、ターレスを真ん中に配置でもやっぱりターレスはやりそうですね。あの、ロストもなかなかしないし、パスもしっかり繋ぐことができているし、まあ、あとは点なんですけれども、今このまともにボール繋ぐことさえできていないっていうチーム状況だと、まあ、彼が真ん中に入ってくれるっていうのは、これはかなり助かりましたね。 ただ、えっと、口もかなりコンディションが良さそうなのを考えると、ここは彼を変えるべきだったのかなとか、もしくはここの2枚が全然攻撃の組み立てに貢献できてないのであれば、彼を1枚下げるっていう選択をしても良かったんじゃないかなとは思います。で、なかなか点が取れないということで、まあ、結局この名号を変えて、まあ、徳田を投入してきて、で、ターレスを右に開かせるっていうような、ここ これで442でミラーゲームやってたんですけど、結局ここで名ご下げるんだっていう感じですよね。うん。で、しかもここはカタクナに変えなかったんで、なんか点を取りに行く、あの、勝たないともう優勝争いから脱落しちゃうんだよっていうような状況でする采配だったのかっていう疑問は感じました。まあもちろんこんなに言っていますけれども、まあ、次ね、すぐ天皇杯があるっていうのも考えて、 うかつに全員が全員を出しづらいっていうマネジメントの話もあったとは思うんですけれども、かーといってここホームでしかも、の、決して調子がいいとは言えない、かしわれいする相手に、点を無理して取りに行かない選択を取ったっていうのは、これはリーグは捨てたと言っても過言ではないのかっていうぐらい。なんか、目の前の優勝のための一生取りに行くより、ホーム無敗を優先したような感じはちょっとしちゃいますよね。 あとはそれに加えて、まあ、やはりね、えー、脳の、うん、ここですよね、ここの攻撃参加っていうのがもう間違いなく対策されてる。もう中に入ろうが外に入ろうが、まあ、結局ね、ここのサイドハーフがしっかりとついちゃえば、もう別にここ、サイドを開かないんで、サイドバックとしても大外についていく必要がないので、で、ボランチも比較的中で締められる。うん、ってなると、まあ彼がこう上がってきたとしても、サイドハーフがここに、ね、ついていっちゃえば、 まあ全然問題ないし、なんならマンマークでね、ついちゃえば、もうほぼほぼ無効化できちゃうので、この時点で、アントラーズの最後の鍵っていう場面もしっかり対策されてしまっている。うん。で、実際ここがね、徳田が入って2トップになったことで、まあえー、ずっとね、鈴木が降りてきて攻撃を組み立てるっていうのが、まあ、一番ね、前にそのボールを持ってくれる選手が出てきてくれたおかげで、 まあ少しボールを持ち運びやすくなったし、まあ、前半に比べて攻撃のチャンスっていうのを生みやすかったかなとは思うんですが、まあ、これも情けない話で、高校生にも依存してるチーム状況っていうのは決して良くないですよね。うん。まあ、なんで繰り返しますけど、なんでここの役割ができる選手を補強しなかったのっていう話になっちゃうんですよね。 結局、チャッキーがね、怪我で出れないっていう穴埋めでタガワを獲得しましたけれども、そのタガワも怪我をして、しかもタイプとしてはもう完全にチャッキーと被ってる。ちょっとここはね、あのー、鈴木を今後も優先していくのであれば、収められるフォワードっていうのを1枚ここに用意しなきゃいけないし、 それこそ前回やった3バックみたいに、もう鈴木1人に対して後ろに2人置くのであれば、そこにタガーとチャッキーを配置するというやり方ありますけれども、まあ、それはそれで3バックなんで、まあ、フォーメーション変えない限り、ターレスだったり、ナゴの居場所っていうのがなかなか確保しづらいっていう状況が発生してしまうので、まあ、それをどちら優先するかって話にはなってしまうんですけれども、まあ、おそらくこの感じを見てて、まあ、あからさまに調子が悪くても鈴木を下げないのを見ると、 まあこの契約の内容あるかもしれないですけど、これを続けるんだったら、やっぱり一番前は用意しなきゃいけないですよね、フロントが。分何してたんですかっていう話にはなっちゃいますよね、最終的に。でセンターバックもね、まあ、この二人、よく頑張ってると思いますけれども、 まあ、すでにね、もうきつそうだなって感じる場面多いですよね。まあ、ここの4人、後ろ4人特にそうですよね。うん、ここかなりきついと思います。本当によく頑張ってると思いますよ。その中でも対策されて、そこを蒸し返すほどの力っていうのは、今まで試合に出続けてたからこそ、対策されてしまうし、パワーも当然ね、機械がいないっていう現状を考えると100、100%以上のものを出すっていうのは難しいだろうし、ちょっとここはね、あのー、 どう考えてもクラブの責任じゃないかなと。まあそれに加えてそこをね、マネージメントしていきたい監督としてもどうしてもね、人がいないってなると、まあここはいた仕方ない点。なので、まあ無理に動かすことができないので、足線も無理に点を取りに行かせることができなかった。今後の天皇杯とかを考えると。ただ、 優勝っていう可能性があって、実際ここで勝ってればね、少しでも近づけたじゃないですか。そういった試合を、逃し、もう何試合勝ってないんですかっていう状態まで陥ってしまったっていうのは、まあこれは、選手、監督というよりフロントの責任っていうのは間違いないんじゃないかなと。で、ここのフロントの責任の話でいい選手を連れてこいよっていう話なんですけれども、 ま、結果論になってしまいますが、まあ、結局、怪我人だらけでまともな選手なんて連れてきてないですよね。一年フル稼働できた選手なんていないじゃないですか。うん。その時点でおかしいんですよね。うん。まだ、ターレスがね、奇跡的に良さそうなので良かったですけど、これがもしハマってなかったら、本当にね、もう、何の仕事の成果も出せてない状態ですからね。これはいかがなものかと思いますけどね。うん。 まあただ、そうですね、柏戦まとめて、もうこうやって、もうボールの持ち運びっていうのがもう完全に対策されてしまっているんで、じゃあその中でどうやって点を取っていくかっていうのはセットプレーしかないんですよ。セットプレーに関して言えば、ヘディングで競り勝てる選手って揃ってると思うんですよね、このチーム。なのにコーナーキックの獲得数が少ないだったりとか、フリーキックでチャンスに繋がるようなボールの供給ができていないとか、こういった面がかなりもったいないですよね。そこで1点でも取れば結果往来で済むんですよ。どんなに内容悪くても。 なのにその結果往来を生み出すチャンスさえ放棄してるというか疑問ですよね。かなり。チーム状況としても。全然勝ててないですしね。まあ徐々にもうこれぐらいになってくると選手からその監督に対する信頼っていうのがだん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 薄くなってしまっているってこともあると思いますし、まあ、お互いがお互いに言い訳できないね、現場だとは思うので、まあ、残りシーズンね、残り まだまだタイトルかかってる試合があるので頑張ってほしいんですけれども、ちょっと選手監督のせいにしすぎなんじゃないかなって気がしますよね。うーん。ちょっとね。これはいくらね、こんな戦力揃ってても、いわゆる一軍ないし一1.5軍の選手が怪我人だらけ、でしかも今シーズン入ってきた選手がね、そうなってしまうと、結局去年のメンバーでやってるのとほぼほぼ変わらないじゃないかっていう話になっちゃうので、これは、 評価部が仕事したとは決して言えないと思うんですよね。うん。ただ、そんな中でも残り試合やっていかなきゃいけないので、でも今からね、新しいことをゼロから入れるっていうのは、まあ、なかなかあの3バックのね、広島戦見てても難しいってなると今のこのメンバーで一番効率的に点を取ることができるのは何かと。 いうところにフォーカスしていってくれればなーっていう希望ですね。ま、ああとは、あのー、他の優勝争いしてるチームもそうですし、世界的にもそうなんですけど、今のサッカーって失点をゼロに抑える必要ってあんまりないんじゃないかなって個人的には思うんですよね。うん。どっちかっていうと、2点取られたら3点取ればいいし、4点取られたら5点取れればいいじゃん。で、それができるチームっていうのは、最悪失点したとしても、取り返せるって自信があるんですよ。 逆に、このアントラーズは失点ゼロってできたかもしれないけど、得点が取れないってなったら、もう失点するかしないか、で引き分けか負けかの二択になっちゃって、点取れないことには勝ち点3なんて取れないですし、天皇杯もそうですよ。トーナメント勝ち進むことなんても、PK まで行くんですかって話になっちゃうので、ちょっとここの失点ゼロに対するこだわりっていうのと、 いや、失点してもそれ以上に取り返せる攻撃力に厚みを増やしていくのかっていう、ここをどちらを優先するかっていうのが今の時代に対して逆行しちゃってるんじゃないかなっていうのは思いますよね。今は失点ゼロのチームじゃないですよ。マンチェスターシティでもレアル・マドリードでも失点しますよ。でもその分取り返せるから彼らは強いんですよ。そういったチーム状況にいつ変えてくれるのかなと。あとは正直チケット代払って現地見に行くんだったら2点取れ、 取られたとしても3点取り返すとか、0010で勝つっていうのは昔のサッカーの勝ち方で、昔ね、うちがタイトルを取れた時代のやり方であって、今のやり方で勝っていくためには、やっぱり取られた分以上のものを取り返すサッカーにしていかないと、これはもう J リーグどころか、ACL も勝てないと思うんですよね。そういったサッカーに今後転換していくのが分かんないですけど、まあ、少なくとも今シーズンは、ちょっと、 もうちょっと点を取って勝ちにこだわるプレイを見せてほしいなと。点が取れませんでした。悔しかったです。で終わるのはもう飽きたので、うん。なんとかしてほしいなっていうのが僕の意見ですね。はい。ちょっとね、えー、今回、柏戦の動画ですが、まあなかなかね、システムの話っていうよりかは、今のこのチームのやり方としてどうなのっていうところにちょっとね、注目してまとめてみました。はい。 ま次、天皇杯ね、神戸、調子いいのでね、怖いところはあるんですが、まあ最悪もう PK でもいいから、勝ち進めばね、こっちのもんなんで、まあどういうやり方やってくるか分かんないですけれども、まあシーズン終わるまで残りね、えー、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい。もう彼らも苦しんでるとは思いますが、そういう時こそね、えー、支えていくのもサポーターの役割なんじゃないかなと、個人的には思います。はい。 ということで、えー、この辺で今回は終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。では。